立憲民主党安住淳、死に滅裂に。本日、立憲民主党の安住さんが次のような発言をしてしまいました。臨時国会はコロナ国会です。医療面、経済面を含めて日本社会を維持していくか議論したい。政治権力が学問や言論の自由に介入したのは明らかなので、そうした政権の体質も厳しく追求する国会にしたいとなっておりまして。 自らコロナ国会だと説明したにもかかわらず、コロナとは全く関係がない、日本学術会議の任命拒否を厳しく追及すると主張されておりますけども、そもそもですね、この任命拒否と学問や芸能の自由は一切関係ございません。テレビなどにおいて、任命拒否された学者が、学者という地位のまま、好き勝手に、 暴言を吐いている事実がございますので、この時点でさまざまな自由は保障されていると言えるんじゃないでしょうか。また、国民の6割以上は、日本学術会議は見直しが必要だと考えておりますので、ぜひとも立憲民主党には、安住淳さんには、国民の世論をですね、無視し、批判のための批判、 反対のための反対を繰り返し、また国会を妨害して、知事を失わないように、十二分に注意していただくよう、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。